はい、悪い予感のコーナーでございますけども、私が今感じているのはですね、まあ、5月11日地震が起きるんじゃないかなってことで、一部の方がいろいろとね、準備をする危険だということを言われてました。 YouTube でもね、何件かそういう動画上がってたのを見たんですけども、実はね、この5月11日の地震なんですけども、別にね、365日この日に地震が起きるよっていうふうに言ってる人って必ずいるんですよ。まあ、ですんで365人の預言者が誰かが当たるんですよね。それに輪をかけてですね、こんなことを言ってる人がいますよっていうことでかぶせて不安を煽る人がいて、そうするとそれがね、トレンドに上がっていくんで、じゃあトレンドに乗っかってその情報をまさに拡散していこうってする人がいるんで、特定の日に地震が起きるよっていうふうなね、ことが広まっていってブームになるってことです。で、占いですんで、占いっていうかね、嫌な予感、不安なんて嫌な予感、悪い予感ですね。悪い予感シリーズなんで、ここまでは悪い予感ではないです。何が悪い予感かというと、GPS でですね、地震をいつも予知してくださっている、実はね、ある方がいらっしゃって、ある方って言い方が良くないんですけどもね、私ね、メールマガジンを撮ってるんですよ、地震速報の。それでですね、最新版は先週だったかな、届いていたんですけども、読ませていただくとね、ちょっとないですね、すいません。また別の形でやっていこうかと思いますけども、まあ、地震がね、起きる日っていうのが18日というふうにされてるんですよ、今度は。それがですね、東京での大規模な地震、京都での大規模な地震、広島での大規模な地震の3つのうちどれかが GPS によって起きる、もしくは全部が同時に起きる、そうなんですよ。いやー、今の時期ね、地震が起きてしまうと、たたり目に弱り目ですよね。まあ、ですんでね、改めて申し上げます。地震が起きる起きないにかかわらず、やっぱり私たちはね、若干の食料とか水の備蓄、それから電気のね、準備、要するに給電ですよね。コンセントプラグ作動しなくなった時にどうするってことなんですよ。私の場合は太陽光パネルを買ってですね、それから普段からの充電用の大きめのバッテリーを買ってますんで、5万円ぐらいなんですよね。まあ、ですんで、まあ、20時間ぐらいは給電ができるかなというところと、あと調理器具も動かせるようなね、大容量のやつですからね。で、あとは車用のバッテリーですね。車にバッテリーを補給するようなものを用意してるかなというところでございます。そうすると、まあ車がね、電源になってくれますから、で、車は1台の方もいらっしゃると思いますし、複数台持ってられている方もいると思うんですけども、複数台あるとね、結構役に立ちますよね。まあ、そんなところですかね。大して悪い予感ではなかったですね。まあ、悪い予感といえば、11日はともかく、18日まではちょっと地震の警戒をするために、今のうちに食料のね、確保とか水の確保を多少した方がいいかなと思います。あ、そうだ、思い出した。これをお話しとかないといけなかったですね。現在ですね、なぜかね、スパゲティとパスタか。スパゲティ、パスタと、それからね、ホットケーキミックスが、多くの店舗で、まあ、ないんですよ。品薄というか、空っぽになってるんですよね。私も、周りにあるスーパー何店か行ってみたんですけども、なかったですね。スパゲティに至っては、ソースまでなかったです。うん、これはすごいことだなと思いましたね。なんでなんですよね。なんかね、ご存知の方はちょっと教えていただきたいなと思うんですけども、まあ、一時的な供給不足かなと思うんですけどね、うん、まあ、パスタにしてもホットケーキミックスにしても、これ単価が安いんで、3000円あったらかなり量買えますんでね。まあ、ですんで、数人の方が買っちゃうだけで、まあ、戸棚から商品が消えるってことが起きるんでね、もしかしたらまた前回のトイレットペーパーみたいに複数の転売屋さんが共同してね、買い漁って品薄になったところで高値で売るみたいなことを仕掛けているんじゃないかなと思っちゃいますけどもね。現在、本日は以上ですね。すみません。では失礼します。